はい、こんにちは。今回は大怪我や苦難を乗り越えて世界王者になった3名のボクサーを紹介いたします。川島選手、ピーマ戸口選手、鬼塚選手の3人は平成サンバガラスと呼ばれ、将来の世界王者を期待されておりました。高校時代のインターハイでは川島選手が準決勝で鬼塚選手を、そして決勝では戸口選手を破って優勝しております。国際のチャンピオン、いやアマチュアのまさにチャンピオン同士のすごい一戦ですね。これはそうですね、はい、これがもう今大会のハイライトですよね。川島選手と戸口選手はプロデビュー後に全勝で勝ち進み、東日本新人王戦の決勝戦で再び拳を合わせることとなったのです。迎えた最終の第6ラウンド、ついに戸口選手の猛攻が炸裂します。戸口選手の連打は強く、特に右パンチで川島選手はダメージを負い崩れていくのです。川島選手は戸口選手に KO された半年後、川島光雄選手にも初回に KO され、その後拳を骨折し、ヒノキ舞台から消え去ったのでした。川島選手が拳の治療をしている時、高校時代ライバルだった鬼塚選手は日本王者となり、順調に世界へと駆け上がっておりましたが、川島選手は夢を諦めずトレーニングに没頭し、走り込み、さらに防御テクニックを磨いていたのでした。拳が治った川島選手は1992年7月に日本王座に挑戦いたしました。この一戦ではブランクの間、磨きをかけた防御技術で王者小池選手のパンチを次々とかいくぐり、見事なボクシングを披露します。ライバルの鬼塚選手や辰吉選手はすでに世界王者となっておりましたが、川島選手はここから飛躍していくのです。日本王座を3度防衛した川島選手は1994年5月、ついに WBC 世界スーパーフライ級王者ホセ・ルイス・ブエノに挑戦いたしました。川島選手の防御は世界王者をもってしても打ち破ることはできず、川島選手のパンチだけがどんどん炸裂していきます。そして11ラウンドにカウンターの左フックをヒットさせ、世界王者から決定的なダウンを奪いました。やはりやりました、川島世界チャンピオンです。その後アンタッチャブルと呼ばれた川島選手は打たせずに打つボクシングを完成させ、防衛回数を重ねていきました。幼少の頃からプロボクサーを目指しボクシングのトレーニングをしていた西岡選手は、デビュー当時から世界を期待されていましたが、デビュー2戦目と8戦目にプロの洗礼を受けました。挫折を味わった西岡選手ですが、14連勝し WBC バンタム級王座に君臨していたウィラポンに挑戦いたしました。
2度目の世界挑戦の試合では初戦と違い西岡選手が優位な場面が目立ちましたが、結果は引き分けでした。西岡選手はウィラポンとの3度目の戦いに備えてトレーニングをしている最中に左足のアキレス腱を断裂し、引退の危機に陥りました。アキレス腱断裂から立ち直り、ウィラポンに3度目の挑戦を果たしましたが、再度ドロー。そして4度目の挑戦は明白な判定負けを喫し、西岡選手は終わったと誰もが思いました。ジムからも引退勧告を受けていた西岡選手が、西岡選手は絶対に世界王者になると心に決めていたので、諦めずにチャンスを待っていたのでした。4度目の世界戦から4年半が経ち、ついに5度目の世界挑戦が叶いました。17歳でデビューした時に世界を期待されていた西岡選手はすでに32歳になっておりました。対戦相手のラパーポンは46勝2敗1引き分けの戦績を誇り、経験豊富なタフなボクサーですが、西岡選手は序盤からスピードで圧倒し、試合のペースを握りました。タフなナパーポンを最後まで攻めた西岡選手は、ついに念願の世界王座に戴冠したのでした。西岡、悲願の世界チャンピオン。世界王者となった西岡選手は2度目の防衛戦でジョニー・ゴンザレスと戦いましたが、ゴンザレスの地元メキシコでの一戦だったため、激しいブーイングの中防衛戦を行いました。ゴンザレスは元 WBO 世界バンタム級王者で、2階級制覇を目指し西岡選手に挑戦してまいりました。バンタム級時代はフェルナンド・モンティエルに勝利しており、またこの試合の2年後に長谷川選手を KO したハードパンチャーです。初回にダウンを喫した西岡選手は、敵地では判定で勝てないと意を決し、3ラウンドに勝負に出ました。雄たけびを上げます、やったぞというこの叫びがメキシコモントレーに響きます。強敵を相手に防衛を続けた西岡選手、7度目の防衛戦の相手はなんとラファエル・マルケスで、しかも試合会場はボクシングの聖地ラスベガスでした。防衛相手のマルケスは40勝36 KO 6敗、 IBF 世界バンタム級と WBC 世界スーパーバンタム級での2階級制覇を成し遂げた世界的に有名で偉大なボクサーです。破格の強打者を相手に、西岡選手は左ストレートを中心に攻め立て、ポイントを奪っていきます。西岡ラスベガスで勝つ、7度目の防衛戦成功です。西岡俊明スピード。ライトフライ級とフライ級とで世界王者となったドデボーイ・ペラルファは、幼少の頃にポリオウイルスに感染したため小児麻痺の症状がありながら
子供の頃からひたすらボクシングの練習をし、プロデビューした後、14戦目で世界王座決定戦を戦うまでになりました。ボクシング一家に生まれたペナルファは、幼少の頃から元東洋王者の父カール・ペナルファの下でボクシングの練習をし、不自由な体を克服し、11ラウンドに猛アタックを敢行し、ものすごい連打で新垣選手を追い詰め、12ラウンドに戦いを終わらせ、世界王者となりました。ペナルファは階級をフライ級に上げて敵地韓国で世界王座に挑戦いたします。右足が不自由なのでフットワークはぎこちないのですが、幼少の頃からボクシングのトレーニングをし、不自由な体ながら卓越した防具技術と攻撃力を習得いたしました。中間距離で王者の攻撃を外して機会を伺うペナルファは、5ラウンドに強烈な左ストレートをヒットさせ、鋭い連打を叩き込み、見事に2階級制覇を達成いたしました。